それより友好都市輪島市からの記念品授与式を行います。本日は輪島市より大下康弘副市長様、岡本文明総務部秘書室次長様にお越しいただいております。8月27日に当市にて行われました友好都市提携に関する協定書調印式の際、目録としていただきました記念品輪島塗蒔絵技法漆芸学協定書が完成し、本日お持ちいただきました。どうもありがとうございます。いいですか。これはあの漆の顔料と色を混ぜるんですね。赤を混ぜて、いろいろ調合してですね、気分のものにフィルム貼ったり、それを特殊な、まあ、焼き付けて、この字の分だけフィルム溶かすんですよ。それで布だけが残るんですよ。ここへ漆をこう吸い込んでるんですよ。でそうするとここで漆が全部つくんですよ、この形で。これ上からなぞってるんですか。なぞってる部分もありますね、ほとんどは細かい金粉状、金粉が振りかけてる。北海道の大自然の中で、キラリと光ります、星と、私ども同士がですね、そして友好都市の関係になりました。そのことにつきましてはですね、私ども誠に、嬉しく思いますし、また誇りにも感じているところでございます。何はともあれ今日28月の27日にお約束をいたしました、800年の伝統を誇ります、輪島塗金蒔絵で仕上げました、パネル額をですね、記念品をお渡しすることがですね、私もホッといたしておりますので、一つ今後ともですねよろしくお願いをいたしたいと思います。この漆で作られた、その地場に伝統的に残る技術が、こういう形で表現できて、それが石狩の、市民の皆さんに報告できるというのは本当に嬉しい限りであります。会社長にも、それから輪島の市民の皆さんにもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。